皆さんこんにちは、小川動物王国です。またまたね、チョコにこれを設置して遊ばせてみたいと思います。どうかな、今度は慣れてきたかな。ちょっとね、練習した、練習じゃねえか、まあ慣れてきたかな。全然か。何その微妙な触り方は。チョコ、なんだそれは。あ、自分で開けて中戻ろうとしてますね。すごいな、外からだと開けれるんだね、自分でね。見てますね。行けそうだな。ちょっと前にね、バナナあげて、今日はそんなにいっぱい食べてないな。まあ普通よりちょっと食べなかったぐらいだな、むしろな。でもバナナ食べないときはね、多分何あげても食べないと思うけど、バナナなんか一番やっぱ食べますね。うん、ゲージの方に興味が。この木に興味を持ってよ、チョコ。ねえねえ、おーい、聞いとるかーい、チョコさん。いい顔して見てるな。チョコちゃん。警戒してるのはよくわかりますね。なんかね、気にはなるんだけど、ちょっとやっぱ距離を取ってますね、一定のね。いつもだいたいこんな感じですよね。なんか新しいものやるときはね。でもなんかこう触れたりする回数がね、ちょっとずつ増えてきてるんで、少しずつ慣れてきてるのかなーっていうところですかね。なんか置いてきた。かじってます。何してんの。開け方覚えちゃうの、これな。こっちからの開け方が分かるとね、中からも開けれそうだもんな、こいつの場合。学習してな。はい、
お、開けた。見ましたよ。開けましたよ、自分で。そしてお家へ帰っていきました。すげえ。まあ逆パターンだけど、まあ中から簡単に開けられないようにはなってますけどね。でもこのあのフックのところをね、あの外して開けるっていうことを多分覚えたと思うんでね。そこですね。Look at there. いい顔してる。金具のところを触ってみました。乗っかったり触ったりかじったり舐めたりして安全性を確かめてますね。なんかこいつは大丈夫なのかなって。すげえガン見してますね。かじるな、これはな、ね、まあそれは別に安全だからいいや、ね、しっかり興味を持ちましたね。あ、ただの遊び道具だなっていう認識かな。え？食べ物ではないよ、チョコね。食べ物では。ね、お腹いっぱいだから食べ物もういいでしょ、チョコ。こっちはこっち。こっちばっかだね。この左のはね、もうなんか安心したみたいです。こっちはね、ちょっと、でもこっちはなんか遊び方難しいのかな。ね、捕まるとこもなんか滑りそうですしね。もうちょっとチョコは遊べそうなのを、なんかね、チョイスしてあげたらいいかもしれないですね。変顔、出た変顔。変顔からのかじり？かじりかな？あ、変顔だまた。変顔好きだね、君は。立ち上がって何か出ますね。あ、でもなんか良かったな。気に入ってくれたみたいですね。遊んでる。遊んでるのかちょっと分かんないですけど。ああ、なんか危ねえ。おおおお。
お、行った、行った、行った。こっちも行った。狙ってはいたのかな。でもやっぱり左側の方が好きみたいですね。お、恐る恐るだね。ちゃんとでも見てますね。こっちの右側の方もね。見ながら。でもそっちか。と見せかけて。あれ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 。あ、中からかじってます。そっちはね、もう随分慣れたもんね、ドアノブはね。ドアノブも最初ね、あ、でもドアノブはすぐ興味持ちましたね、なんかね。んー、お戻りですか？トコちゃん。そっち行っちゃうと映んないよ。ダメだな、写しに行かないとダメだな。あ、登ってきた。お、舐めてる、舐めてる。よかった、よかった。ね。でもこうやって舐めたり、体をこすりつけたりしてね、自分の匂いがすると安心なんでしょうね。自分の縄張りだよーって。なんか静かに降りてきましたね。シャカ、おい、こっちおいで。シャカちゃん、立ち上がってますね。お、飛んでった。じゃあ開けてみよう、ね、フルオープンにしといてあげよう。今日でも初めて見ました、これ。自分で開けてるところをね。また一個覚えちゃったね、チョコね。
ちょっとこのなんかつけてみようかな。ちょっといじってみてよ。腕にしがみついた、うん、よしよし、ピッピコピッピッピまた開けようとしてる。さっきのやったことの復讐だな。復讐って、まあ、慣れてもらっちゃうからちょっと困りますね。ちょっと困るけど、まあいいか。ね、チョコは楽しきゃいいよ。あ、爪が引っかかってる。痛い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 よチョコ、うん、明日天気良かったらチョコ撮影だな。外行こうよ。午前中さ、ちょっと早起きだよ明日。早起きっていつも早いもんな、起きんだな。だいたい朝7時前ぐらいになるとキッキ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 言ってるんですよ。バナナよこせ、バナナよこせってね。で、食べて、食べ終わってそこから立ち去ろうとするとまた構ってくれ攻撃が始まるんですね。まあ15分20分ぐらいね、一緒にこうやって遊んだりしながらね。まあ、それが一日のもう最初のルーティンみたいなもんだよな。開けた。本日2回目の。こじ開けに成功です。おめでとうと言いたいけどね。おめでとうじゃないな。
困ったもんだね、ちょっとね。これもうちょっとなんかあれですね、チョコが遊びやすいものを考えてやりたいですね。皆さんなんかないですかね。こんなの面白いよ、みたいなのあったらね、ぜひ、ちょっと教えていただきたいですね。お猿さん飼ってる方とかね、ぜひぜひお聞かせください。ちょっと開けてみよう。来た。がっつり触った。ああ、慣れてきたぞ、少し。でもまだあれですね、遊ぶ時間が短いですね。まだ警戒してますね。な。バナナの残骸が残ってますね。まあやっぱ食べなかったな。まあこの子食べなくてもね、花道とかヨーデルがね、ヨーデル食べないか。花道がね、もう一口で食べてくれるんでね、バナナごときだとね。餌うちみんなめっちゃ食いますよ。まあ、一番食べるのはやっぱりミニ豚のブー。ね、ハナも食べますし、ね、もう一頭の赤ハナグマのヨーデルもね、結構量は食べるんでね。まあ、ミーアキャット、プレーリードッグ、ね、パピヨン、ラオウあたりは、そんなにね、もともとがいっぱい食べる動物じゃないんでね。ちょこちょこっと食べる感じですか。まあ、水分だけ切らさないようにね、しっかりあげて。ただやっぱ体が少し大きいね、こういう動物はやっぱりちゃんと食べないとね、ダメですからね。まあ、この子もだいたい1日2、3食。まあ、おやつもたまにありますけど、お腹すくとすぐもう泣き出すんでね、わかりますけどね。できるだけ朝昼晩であげるようにはしてるんですけど、どうしてもね、その時間じゃない時も欲しがったりするんで、若干ずれますけど、何食べてまた何か見つけてきたの前。どっから見つけてきたの。何かじってんだろう。なんかかじってますね。ダメだよ。そこ、ほら。出して。出すよ。何持ってきたの？かの金具みたいなのだなぁ。嫌だなぁ。食べないとは思いますけどね、かじるだけでね。多分。よし。
れを中に設置してみましょうか。こんな感じでどう？あんまりかな、あんまりだね。警戒心でしかないね。触ってる？触んないか。どう？これは。変わらない。右に置いたら左に行って、左に置いたら右に行く。そうか。そうだよね。ただそれだけのことだよね。あ、でも行った。バンザイ。こう見るとちょっとゲージも汚れてきたな、これな。気づかなかったな。
びっくりしちゃったね。やっぱびっくりしちゃったね。うん。やめだやめだ。痛い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 。やめだ。よかった。びっくりしちゃったね。びっくりしちゃった。ごめんね。音でびっくりしちゃいましたね。かじってるよ。まあいいか。食いもんではないんだけどな、チョコさん。うん？落ちそうだね。ふらついてる。このね、右側の扉も開けちゃうんですよ。自分で開けてびっくりしてます。音で。すごい顔。
でもすっかり慣れてきたね。まあ、こっちはね、割と早く慣れたんですけど、もう一個の方のやつがね、慣れないな。ゴツゴツしてて怖いのかな、もしかして。そうかもしれないな。こっちはね、なんか怖くなさそうだもんね。見た目の問題？チョコちゃん。また中入っちゃった。またすぐ来るんだこれね。チョコ。おい。チョコちゃん。いいね。こうかじってますね。今日はこんな感じで、サオマキザルのチョコちゃんね、ちょっと新しいものを与えてみたんですけど、少し興味持ってくれたかな。少しね、まあちょっとずつなんでね、また引き続きやっていきたいと思います。また違うものも、皆さんね、なんかこんなのいいよっていうのあったらぜひ教えてくださいよね。そんなのもちょっと取り入れてみたいと思いますんで、皆さん、チャンネル高評価、ご登録、よろしくお願いします。またねー。さよならー。